っくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか？ええねん。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ、俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤トラ持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知るVIPたちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤トラ持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？早よキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。わかった。なら、さっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら、早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや。ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ？もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒を見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。